梅田地区の鉄道駅、梅田地区の鉄道駅では、大阪府大阪市北区の梅田地区において、ターミナルを形成している、鉄道駅群について、総論的に記述する。具体的には、西日本旅客鉄道、JR 西日本の大阪駅、北新地駅、阪神電気鉄道、阪神の大阪梅田駅、阪急電鉄、阪急の大阪梅田駅、並びに、 大阪市高速電気軌道、大阪メトロの梅田駅、東梅田駅、西梅田駅を指す。各駅は、それぞれ離れた場所に、別々の駅舎を持つ独立した駅であるが、地下街などを介して相互に乗り換え可能である。かつては、日本貨物鉄道、JR 貨物の梅田駅、通称、梅田貨物駅、現在の梅田信号場も、近隣を通る梅田貨物線上に設けられていた。 JR 西日本の大阪駅を中心とすると、北東に、阪急の大阪梅田駅、東に、地下鉄の梅田駅、南に、阪神の大阪梅田駅が一致し、そして北西に、JR 貨物の梅田駅が存在していた。また、地下鉄梅田駅の東に、東梅田駅、阪神梅田駅の西に、西梅田駅、阪神梅田駅の南に、北新地駅がある。 阪急及び阪神は、両社の梅田駅を大阪梅田駅に2019年、令和元年10月1日にそれぞれ変更した。各駅の最新年度の1日平均乗降人員を述べる。過去のデータについては、各駅の項目を参照。これらを合わせた、各社合計の1日平均乗降人員は、約240万人も利用しており、年間では述べ、 約8億8000万人弱となる2015年度。これは新宿駅約342万人2015年度、渋谷駅約323万人2015年度、池袋駅約262万人2015年度に次いで世界4位の規模である。阪神や阪急では大阪側のターミナル駅であることを強調するため、 正式に解明する以前から、大阪梅田駅と呼称することがあった。阪神の車内アナウンスは、次は、大阪梅田、梅田、終点ですとなっており、阪急では、行き先表示板を使用していた1980年代までは、電車の行き先案内は、大阪京都のように記載され、大阪梅田駅と呼んでいたこともあった。これは、他社のターミナル駅である天間橋駅などでも見られ、中には、 大阪安倍の橋駅や大阪上本町駅のように正式駅名に大阪を含んだ例も存在する。これらは戦前の各市鉄の路線伏設付きに当時の大阪市内中心部である北浜や本町付近にターミナル駅を設けられなかったことに起因する。当時大阪市は市電をはじめ地下鉄網の路線拡充、建設を図っていたために 私鉄線の市内中心部への乗り入れには大反対で当時の鉄道省に路線免許を認めさせないように強行に働きかけていた市営文老主義。このために当時の市内周辺部にしかターミナル駅を設けられなかったことから現在の私鉄線各ターミナル駅名の頭に大阪がつくようになったのである。その後、 現在に至って、大阪市交通局の地下鉄が、その各ターミナル間を結ぶことになっているのは一種の、皮肉とも言える。会社ごと、あるいは位置ごとに分ける意味で、阪神大阪梅田駅、阪急大阪梅田駅と呼ぶこともある。同様にして、阪神と阪急に、同一の駅名がある神戸三宮駅、春日野道駅、三陰駅、も、阪神。 阪急と案内されることが多い。これは、神戸高速鉄道を介して阪急電鉄、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道の3社が、相互乗り入れしているためである。高速神戸犠牲を始発としている列車が、同一ホームから発車することから、ことさらに強調されてアナウンスされたためである。これに関連して、山陽電気鉄道の5000系や6000系車両の行き先表示は、 阪神に直通することを明確に示すため、阪神梅田と表示される。また、阪神の直通特急対応車両には、梅田、直通特急以外、阪神梅田、直通特急のみ、両方の行き先表示が入っている。山陽電車の車内アナウンスは、阪神、大阪梅田港である、駅構内アナウンスでは、大阪をつけず単に、阪神梅田と呼ぶ。 阪神南波線から近鉄奈良線に直通する電車の天ヶ崎駅到着時のアナウンスでは大阪南波駅があるにもかかわらず大阪方面へお越しの方はと梅田を省略する場合がある。また、向川駅制での快速急行の停車駅の自動放送による案内では大阪南波駅も大阪上本町駅も大阪を省略する一方で野田大阪梅田終点にお越しの方は と梅田には頭に必ず、大阪をつけている。また、新大阪駅の在来線コンコースには、大阪駅、梅田へは7.8番乗り場、という掲示がある。大阪駅付近で、梅田貨物線を通過する特急、はるか、黒潮などに、梅田界隈から乗降できるようにするため、現在の梅田貨物線を地下線にした上で、より、大阪駅に近接した位置に、 北梅田駅、火傷を開設する計画がある。地下線にする理由は、現在梅田貨物線と、何は筋の交点に設置された踏切などで渋滞が発生しやすいため、それを解消する目的も兼ねている。なお、大阪東線の列車も北梅田駅まで乗り入れる予定。JR 貨物の梅田駅跡地、梅北に機械発区域が2014年度中に、 さら地化されるのを受けて、2015年頃に、梅田貨物線地下新線建設工事に着手し、合わせて、新駅を設置して2023年頃の開業を目指すことになった。便宜上、国道176号を南北軸に、大阪環状線を東西軸において示す。5、おさむき。